はい、どうもこんにちは、クレーンゲリオンでございます。本日はですね、セガキャッチャーの方でこちらサンジ君のフィギュアやっていきたいと思います。はい、まずは、基本的にこのセガキャッチャーのフィギュアの設定に関しては縦はめでいこうかなって感じなので、まずは左右に振っていきたいなと思います。はい、結構1手目動いたので、パワーはそれなりに入ってるのかなっていう感じですね。いやー、なかなかね、実店舗に行きたいんですけどね。ちょっと今こうウイルスの関係でね、厳しい状況なので外出控えて家で毎日オンラインクレーンゲームをやっております。はい、そんな感じで斜めにしていきたい。どうでしょうか。いけました。はい、そんな感じで、いつも通りちょっとね、チャージを忘れてしまったので一旦チャージをしていきたいと思います。はい、ということでチャージ完了したので続行していきたいと思います。さあ、この形になるとね、結構チャンスかなと思うんですけど、とりあえずも奥の方をちょっと右アームで沿わして回していきたいなっていう感じなんですけど、ちょっと下抜けちゃいましたね。ここ箱の隙間に刺さるとぐるっと回るんですけどね、一応回りましたね。 OK です、 OK です。ただちょっと手前の方がバーに両方くっついちゃってるので、ちょっとこうなっちゃうと若干チャンスではあるんですけど、どっちか片方空いてないと難しいかなっていう感じなので、とりあえず右アームでちょっと隙間を手前に作ってあげるような感じします。はい、バーに当たっちゃいましたが大丈夫でしょう。来ましたね。はい、で縦はめなんですけど、縦はめっていうのがフィギュアをね、こう左右に振っていって徐々に手前側を落としていくっていう感じなんですけど、次はなので左側にアーム入れてあげます。さあ、どうでしょうか。ちょっとね、この状況だとアームが入ってもパワーが抜けちゃう可能性あるんですけど、どうでしょうか。抜けちゃいましたね。ちょっと奥行きすぎちゃったかなって感じですね。なかなかね、やっぱこのオンラインだとこの微妙な微調整がね、難しいかなって思うんですけど、頑張ってやっていきたいなって感じですね。実店舗はね、ちょっと今リスクが高いんでね、僕も関東の方ですけど、なかなか外出控えるようにっていう形なんでね、オンラインクレーンゲームにほんと日々没頭って、お、いけました。とりあえず何手でしょうか、5手6手ぐらいですかね。早かったんじゃないでしょうか。はい、